はいどうも、アキです。星ドラやっていきます。はい、本日はですね、こちら、はい、福引きね、てかずっとログイン勢続けてました。福引き一回引いたらね、やっていこうと思っていてね。はい、こちらです。ロトの剣&ロトの装備登場ということで、こちらのガチャをね、80連です。80連やっていきたいと思います。で、これでね、まあ、それなりの武器を手に入れて、いよいよね、星ドラやっていこうかと思うので、早速やっていきましょう。いや、毎日こうね、ログインしてたっていう、石結構くれますね、このゲーム。やっていきましょう。ロトの剣とかね、その辺が欲しいですね、ロトのやつが。いけ！もういいでしょう。引いちゃいましょう。まあ、今引いてもまた引けそうなんでね、っていうところです。星ドラ楽しそうですよね。いろんな人が見てるの、やってるの見る限り。星さん。はい。星さん。ちょっと待ってよ。嫌な予感がしてきたぞ。星さん、星さん。星さん、ちょっと待って。嫌な予感がしてきたよ。お！あ、星4。星4。お、嫌な予感がしてきたよ。星5が出るんですよね。星5が最大。おお、かぶりかぶり。とりあえず全員がこう全部切れるようになってほしい。これで武器が全員全部分出てほしい。じゃあ最悪星3でもいいから。おー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 、星さん、星さん、星ドラ。おお、渋いね。こんなもんなのか、星ドラは。おお、渋いね。なかなか渋いね、星ドラも。なかなか渋いね。星4が1個出ればいいみたいなもんなのかな。星ドラもなかなか渋いっすね。はい。まあいいや。これで、もうほんと結構何でもよかったってこともないんですけど、これで要はね、装備で本当に全部何？全部何？とにかく着せる？アクセサリー位置。とにかく全部着せることができればいいなと思っていたので、はい、頭ね、まずは頭、はい、装備する。 OK、 体上、主人公に一番いいやつ着せとけばいいでしょう。はい、体下、はい、主人公に一番いいやつ着せましょう。縦、はい、よし、主人公が結構、これね、気持ち悪い主人公気持ち悪い主人公気持ち悪い主人公気持ち悪い何これ、秋めっちゃ気持ち悪いじゃん主人公気持ち悪いな、やめてくれよ。これなんかあんのかな、この人はこっちの方がいいみたいなのがあんのかな。主人公が大変なことになっちゃったよ。あ、アクセはもうないんだ。アクセサリー欲しいね。となってくると主人公気持ち悪すぎるよ。ちょっとこれは大変なことになったよ。主人公、こいつ杖以外も持てるの？なんかよくわかんないっすね。杖以外も持てるのかな。まあいいや、どんどんやっていこう。なんかこいつは明らか杖っぽい人だけど、こいつが、あ、やばい。女の子も大変なことになるんじゃない？あ、ターザン、ステアパン結構似合うじゃん。あ、これええんちゃう？ちょっとセクシーになるんちゃう？おー、いいね。ちょ、ミニスカ、お、ミニスカないんかい。ミニスカないんかい、おい。くっそ、ミニスカないんかい。くっそ、いやらしい格好させれると思ったのによ。あ、もう、あんま武器がなかった。全部は手に入れられなかった。ちょっと待って、これ気持ち悪いよ。気持ち悪いよ、これ。主人公。主人公大変なことになっちゃったよ。はい。まあ、これでね、けどまあ、ちょっと多少、まあまあ、何もつけてないよりは多少マシになったんで、これでようやく星ドラね、スタートしていきたいと思います。たまにまあ、毎日は実況できないと思うんですけど、たまに実況していきたいと思うのでね、ぜひとも星ドラの方もご視聴よろしくお願いいたします。ちょっとその武器の付き方ちゃうからっていうやつあったらね、ちょっとコメント欄で教えていただければと思います。何分初心者なもので、こんなもんになってしまいました。
はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。